皆さんこんにちは、わたがしです。今回のテーマなんですけれども、エヴァンゲリオン明日への方向を初打ちしてきまして、とんでもない大ハマりを叩き出してしまいました。でその後にもね、逆転劇がありますので、実践動画を交えながら良かった点とか悪かった点とかね、話していきたいなと思います。で本日がこの動画撮ってる本日なんですけれども、12月21日、で現在の時刻15時なんですけれども、30分ぐらい前まではホールでね、エヴァンゲリオン明日への方向を打っていました。だいたい稼働時間は4時間ぐらいですかね、打つことができまして、周りの台とかもいろいろとね、見た上でいろいろと解説していきたいと思います。で私朝一からパチンコの稼働することができなくて、他にも用事あったんでできなかったんですけれども、10時50分にですねホールに着きました。さすがにエヴァ人気だから空いていないだろうなとか思って、1列導入されてるんですけれども、端からね1つずつ、見ていたところ、角2の台が1台ポツンと空いていたんですね。でその台の履歴がこちらになります。ドン。はい、当日大当たりなしの406回転ですかね、私今実際に見てるわけじゃないんですけれども、406回転ぐらいで落ちていましたと。明らかにやばい匂いがしますし、前日もですねこんな感じで、630回転ぐらいハマって終わっている台なので、もうすでに1000回転ハマりしている台をですね私打ったわけなんですよね。はい、で実践内容の話をする前に、スペックねわからない方いらっしゃるかもしれないので、一応ね全画面で、スペック貼っておきたいと思います。こちらです。はい、ミドルスペックで、ロング ST タイプの継続率 81%、 右打ちオール1500発っていう台ですね。簡単に言えば、そんな台なんですけれども、打ち始めてですね、私すぐにですね、本当10回転とかでこのようなリーチが来ました。で慌てて取り始めたので、そちらまず見ていただきたいと思います。こちら、こんな感じで最強リーチをですねいきなり外してしまいました。元からねレバブルアップモードで設定されていて、レバブルが来なかったんですよね。なので半分ぐらいは諦めていたけど、なしでも当たるときは当たるしなとか思いながらね、見守ってたんですけれども、残念ながら外れてしまいました。でここまではねまだ良かったんですよ。いろいろと演出が来たりとか、楽しませてくれてたんですけれども、もうこの後ですね、もう何も来なくなってしまって、で横の方にねもう画像を貼りながら解説していきたいと思うんですけれども、もうあれよあれよとハマっていってですね、700回転、800回転、900回転、1000回転で1100回転ですね。もうねどこまでハマるんだろうとか思って、もうこれはね当たるまでとりあえず打ち続けて絶対に動画にしようと思ってね、打ち続けたんですけれども、最終的にはですねどんな感じになったのかっていうのを、こっからねちょっと長めの実践動画になるんですけれども、皆さんに見ていただけたらなと思います。それがですねこちらです。
はい、というわけで実践動画見ていただけたかと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、1192回転で大当たりしたんですけれども、これまたですね、レバブルが来なかったですし、あとですね、インパクトフラッシュですよね、確定音が全く出なくてですね、うわー、こんなに熱い演出てんこ盛りなのに外れるのかなとか思ってたんですけれども、まあ、シンプルモードだからか見事にね大当たりしてくれまして、これが各編に入ったと。でそっからね、まあ連チャン数自体は少ないにしても、インパクトフラッシュを味わうことができたりとか、右打ちをね堪能することができたということで、まあ、非常に、満足しております。で結果なんですけれども、投資がですね、1192回転ハマるまでに5万4000円使いまして、7200発ぐらい出たということで、だいたい3万円回収いたしました。で終わった後にですね、最後6000円ほど追ったので、6万円投資の回収3万円で終了したっていう感じになりますので、トータル3万円負けで終了いたしました。はい、というわけで、まあ、負けてしまったんですけれども、いろいろとね良かった点だったりとか、まあ、悪かった点とかもありますので、この後に軽く話したいと思います。まず良かった点から話したいと思うんですけれども、一つ目、演出が作り込まれているところですね。これは本当にやばかったです。まあ、今までのエヴァンゲリオンに関してもすごく、いい出来でしたし、まあ、それを超えることはないかなって今回思ってたんですけれども、今までの全てのエヴァンゲリオンの作品を凌駕している。そして初代もいい感じに継承していて、懐かしいなって思う演出がたくさん来たりだとか、あとはですね、やっぱりエヴァンゲリオンってあんまり演出に発展しないというか、疑似連とかなしに静かに大当たりしたりとか、突発当たりとかって結構あるんですけれども、そういったいい部分をふんだんに取り入れてくれているところ、これめちゃくちゃクオリティ高い作品に仕上げてきたなっていう感じがしました。本当開発陣の本気度が伺えるっていうか、エヴァンゲリオンの作品をしっかりと理解した上で作っている、打ち手側の気持ちを分かっているなっていう感じがしましたんで、本当なんて言うんでしょうかね、まあ、控えめに言って神台っていう感じです。全然持っているとかいうわけじゃなくて、今日4時間しか打ってないですけれども、もうシンプルにね満足というか、もちろんもっともっと打ちたいなって気持ちはあったんですけれども、まあ、すぐに動画にしたかったということで、まあ、帰らせていただいたんですけれども、まあ、かなり、作り込まれているなっていう感じがしました。そして役物ですよね。役物も非常に美しいですね。まあ、様々な種類があるんですけれども、どれも素晴らしいなって思いました。その他の、メーカーさんとかだと、なんか変にくるくる回ったりとかくどかったりとかするんですけれども、そういった部分が一切なくて、なんか美しいなとか綺麗だなとか、そういった感じの役物、そして初号機が上にね、デカデカとついてるんですけれども、データカウンターがこの隙間からですねしっかりと見ることできるわけなんですよね。ここも良心的なポイントだなって思いました。はい、というわけで一つ目はですね、演出が作り込まれている、そして焼くものも美しいというところですね。これが非常にいいポイントでした。で2つ目なんですけれども、先ほども言ったかもしれないんですけれども、通常時の演出があっさりとしているところですね。やっぱりね、エヴァンゲリオンっていうのは、その疑似連なしで突発あたりが来たりだとか、なんかね全然熱くないシンクロリーチに発展したかと思いきや、かなり熱いリーチに飛んでくれたりとか、激熱が1個ね絡んだだけで、例えばレイ背景が来ただけで熱くなれるところとか、 AT フィールド全開っていうカットインが来たら当たるんじゃねえみたいな、期待が持てたりとかするところですよね。あとはカオルくんのねボタンが突然出てきたりとか、プレミア系もね、充実しておりますので、そういったところがかなりいいポイントだなって思いました。まあ、私自身ね実践動画見てくれた方わかると思うんですけど、通常時、まあ、大体800回転ぐらい回しているわけなんですよ。まあ、普通の台でね、他の台とかで800回転回すってなると、まあ、結構辛い台の方が多いと思うんです。
ですよね。ましてや私なんてその1台にね、ずっと打ち続けるっていうスタイルじゃなくて波理論で立ち回ってますから、まあ、1台ね30回転から50回転で大移動するみたいなスタイルなんですけれども、あの1台で800回転回したの久しぶりなんですけれども、なんかねそこまでストレスがなかった。やっぱり演出があっさりでサクサクしているからっていうのはもちろんなんですけれども、くどくなかったんですよね。保留変化に関しても演出面に関してもやっぱりそういったところがですね魅力的だなって感じがしました。まあ、私他の台だったら多分もう二度と打たなくていいかなとか思ったかもしれないんですけれども、エヴァンゲリオンアセイの方向に関してはもう何回でも打てちゃうなみたいな感じでですね、ストレスフリーで打つことができたっていうのはやっぱり演出があっさりしているからなんだなっていう感じがしましたんで、ここがですね2つ目のいいところかなと思いました。で最後3つ目、まあ最後というか本当はたくさんあるんですけれども、一応ね3つにさせていただきます。3つ目はですね、ハンドルが握りやすいというところです。まあ、皆さん自身もハンドル見たことはあると思うんですけれども、まあ、右手でも打つことできるし左手でも打つことができるみたいな、ちょっと今までにないようなね、ハンドルになってるわけなんですけれども、まあ、右手が疲れた時とかね左手に切り替えることできるし、右打ちもできるし止め打ちもできるしみたいな感じで、すごくねあの手が疲れなかったなっていう感じがします。まあ、スマホを触る時とかね普段あの左手で触ってる方多いと思うんですけど、今回のねエヴァンゲリオンに関しては左手でハンドルを握りながら右手でね LINE 返すことできたりとか Twitter のね文章を打つことができたりとかするわけなんで、そこら辺もですねすごく良かった。まあ、ただエヴァに関してはなんか通常時に関しても面白かったから、なんかそこまでスマホ見なくても楽しめるんじゃないかなとか思いますけどね。うん、なのでハンドルが握りやすかったっていうのも、まあ、疲れなかった要因なんじゃないかなって思います。はい、まあいいところはそんな感じにしておきたいと思うんですけど、じゃあ次悪いところですね解説したいんですけれども、あの悪かったところがねそこまで思い浮かばないんですよね。そう、あのあらかじめまあ、ある程度ねネタ決めてから撮影してますんで、まあ、悪かった点もまあ絞り出して1個あるかなっていうぐらいなんですけど、その悪かった点はですね、日直島田さんも言ってたんですけれども、これですよね、この薬物ロンギニスの槍の薬物がまあ鬱陶しいっていうところかな。何回も何回も出てきてガセるっていうパターンが多かったんで、うん、そこだけが唯一ちょっと引っかかったポイントかなって思うんですけど、まあ、別にそれに関してもそこまでは気にならないですし、それ以外でなんか悪かった点っていうのは特になかったかな。まあ、私のホールに関してはハマり台が多かったなっていう印象なんですけれども、まあ、それに関してはね別に確率通りに出ているんだったら別にねハマることもあるだろうしっていう感じがしますんで、そこはとやかく言うつもりはありませんので、まあ、悪かったところは、うん、それぐらいです。あんまりないですね。という感じで良かった点と悪かった点ねご紹介させていただきました。で総評なんですけれども、まあ私ね3万円ぐらい負けましたけれども、まあ左打ち右打ち含めですね100点満点中まあ、95点かなっていう感じがします。本当100点でも良かったんですけれども、まあ、先ほど言った通りねこのロンギギヌスの槍とかね、あるいは通常時になんかガセが多かったりとかするところはまあ若干マイナスポイントではあるんですけれども、まあ、95点って相当やばい出来だと思いますし、今年出たパチンコ台の中で限りなくトップに近い台だと私は思いましたね。はい、まあ、そんな感じでね今回はエヴァ明日への方向の実践動画とね実践結果とあと良かった点悪かった点についてお話しさせていただきました。まあ、まだ打っていない方とかもいらっしゃると思うんですけれども、かなりクオリティの高い作品になっております。まあ、普段ねそのガンダムユニコーンとかガロみたいなそのガチャガチャしている系が好きな方だとちょっとシンプルすぎるから受け入れられない方とかもいるかもしれないんですけれども、まあ昔からエヴァ打っている方とか昔のパチンコが好きな方とかだったら 100% 楽しめる台となっていると思いますので、ぜひね打ってみてください。というわけで今回の動画は終わりにしたいと思います。今回のこの動画参考になったな面白かったなと思ってくださったらグッドボタン押していってください。で私はこういった実践動画とかねあとパチンコの攻略系闇系の動画とか様々アップしていきたいと考えておりますので、まだチャンネル登録してくれていない方はぜひともねチャンネル登録よろしくお願いします。
で、私 LINE アットもやってるんですけれども、パチンコの相談とかね、投資の相談とか仮想通貨の相談とか、まあ、結構いただくわけなんですけれども、それ以外にもですね、結構人生の相談とかね、こういった副業ってどう思いますかとか、そういった質問とかもありますので、ぜひね、気軽に何でも、私に直接質問をねしていただければと思います。まあ、こちらに ID と QR コードと概要欄に友達追加リンク貼っておりますので、はい、連絡お待ちしております。それではですね、今回の動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。